朝です。幽界に住む幽霊の母と花子の一日が始まりました。花子、今日お母さんボランティアだから遅くなるかも。了解、家の鍵持っていくね。花子の母貞子は下界でさまよう霊たちを成仏へ導くボランティアをしています。貞子さん、今日はこのエリアの担当をお願いします。はい、わかりました。貞子のその日の担当は自然あふれる田舎町でした。町の中と違ってあんまり霊がいないのかしら。ま、特に昼間だしね。道を歩いていると、遠く川の向こう側に人影を見つけました。あ、浮遊霊さんかしら。声をかけてみようかしら。橋を渡り、人影のいたあたりまで行くと、古くて広いお屋敷がありました。これまた歴史のありそうな家ね。お邪魔します。敷地に入ると、え、花嫁さん。そこには綺麗なウェディングドレスを着た若い女性が立っていたのです。こんにちは。こんにちは。結婚式のですか、ドレス。そうなんです、結婚式間近だったんです。できませんでしたが。というと？ここは祖父母の家なんですけど、結婚式の2週間前にすでに他界していた祖父の仏前にドレス姿を見せに来たんです、妹と一緒に。お姉ちゃん、懐かしいね。小さい時よくここでかくれんぼしたよね。うん、懐かしいね。結婚したらもうなかなか会えなくなるね。久しぶりにかくれんぼして遊ぼうか。今？うん、やってみようか。動きにくいドレスを脱いで私服に着替え、しばらく妹と敷地内でかくれんぼをしてたんですけど、それは何回目かのかくれんぼでした。もう隠れるところなくなっちゃったな。あ、そうだ、蔵に行こう。蔵には祖父が大切なものを隠すために作った秘密の収納があります。そこに隠れようと収納を開けると、中にとても大きくて頑丈なスーツケースがありました。亡き祖父のものです。そうだ、このケースに入っちゃおう。私はそのスーツケースに体を収め隠れました。しかし待てども待てども、妹は私を探しに来ません。そのうち息が苦しくなってきたので一度出ようとした時でした。スーツケースの蓋を押しても全く開かないんです。どうしよう、開かない。行くの、行くの、来て。私は何度もケースの中から叫びましたが、密閉された上に蔵の中、妹や祖母の耳には届かなかったようです。いや、誰か助けて。パニックになった私は必死に暴れましたが、そのまま窒息してしまったのです。お姉ちゃん、どこ探してもいないんだけど。その後は私が失踪したってみんなが大騒ぎになっていました。なんてお気の毒な。婚約者の方も悲しまれたでしょうね。実は彼はずっと誤解をしてるようなんです。どういうことですか？みんな私が神隠しにあったんだとか、何か事件に巻き込まれたんだと言っていました。でも彼は私が結婚したくなくて逃げたんじゃないかって思ってるみたいなんです。彼の様子を見に行った時にそうぼやいていました。どうしてまた。一時期確かに私はマリッジブルーになっていて、周りに結婚をためらっているって話をしたことがあったんです。それで彼は私が結婚が嫌で逃げたんじゃないかって思ってるみたい。ん？ということはあなたの遺体は。はい、まだ蔵の中のスーツケースの中なんです。発見されてないのね。はい、ただでさえ蔵の見えにくい狭い場所に隠れたので、あの世に行く前にどうしても彼に逃げたんじゃないよって伝えたいんです。そして私の体がここにあるのをみんなに気づいてほしい。わかったわ、じゃあ少し待っててね。貞子は一度幽界に戻って
職員さんたちの指示を仰ぎました。夢枕に立つという方法があるので、そのやり方を花野さんにレクチャーしてきてください。花野さんの家系で一番霊感の強い方はおそらく妹の生野さんですね。というわけで花野さんには妹さんの夢に登場してもらいます。はい、ちゃんとできますかね。夢でメッセージを伝えたところで実際行動に移してもらえるかはわからないけど、やるだけやってみましょう。そしてそれから1週間、花野は教わった通りに妹の夢枕に立って自分が蔵の中にいることを訴えました。またお姉ちゃんの夢見た。もしかしておばあちゃんの家に行けってことなのかな。妹はあの家へ向かいました。おばあちゃん、もう一回この家中を探してみたいの。お姉ちゃんが夢に出てこの家にいたの。そして四角い箱が見えたんだけど、この家に大きい箱なんてある？箱？箱ね。妹は一生懸命家の中を探しました。お姉ちゃんが夢に出てきたのなんて初めて。きっと私に何か教えたいことがあるんだ。家の中を探せど探せど、いなくなった花野に関係しそうなものは見つかりません。そうだ、蔵を見てくるね。おばあちゃんも行くよ。暗くて怖いんだよね。片付けせにゃならんの。それにしても荷物だらけだね。これ全部片っ端から開けていくしかないか。イクノとおばあちゃんは蔵の中を探し回りました。気づいてくれるかな。お願い、気づいて。お姉ちゃんに関係しそうなものは何もないの。いらんもんしか出てこないね。やっぱりダメなんだ、見つけてもらえないんだ。諦めちゃダメよ。貞子は気づいてもらおうとトランクのそばに落ちていた小さな鈴を触りました。なれなれなれ。おばあちゃん、もう一回家の屋根裏探してみようかな。そんな、なんか今聞こえたよね。ほら聞こえる。どこから？ちょっとここ開くの？まさか。お姉ちゃん。その後警察を呼び、花野の遺体は回収され、全ての調査が終わった後旅に付されました。お姉ちゃん苦しかったね。怖かったよね。ごめんね、気づいてあげられなくて。イクノのせいじゃないよ。ありがとう。もう一つ心残りがあるんですよね。はい、それは元婚約者だった男性のこと。はいはい、そうだったんですか。花野の遺体が見つかったんですか。花野の妹さんが連絡してくれてるみたいね。今夜彼にお別れをしてきますね。わかったわ。その晩、花野は彼の夢枕に立ちました。カオルくん、カオルくん。花野、ごめん花野、何にもできなくて。心配かけてごめんね。このドレスで式あげたかったよ。本当だよ。結婚する前にいろいろ不安はあったけど、本当にそう思ってる。俺のことが嫌になって逃げたんじゃないかなんて、そんなはずないのにな。カオルくん。でもそうであってほしかったんだよ。どういうこと？お前が何かの事件に巻き込まれたんじゃないかとか、最悪死んだんじゃないかとか、そう考えるより、とにかく生きていて欲しかったから。逃げたんだったらその方がいいって思ってた。ごめんね、ありがとう。またいつか会おうね。花野。その翌日。おはようございます。お別れ済みましたか？はい、では行きましょうか。ご案内しますね。はい。消えた花嫁は貞子と共に
遊界へと上がっていきました。花野さんも香織さんも前に進めたらいいわね。ねえねえ、お母さん、かくれんぼしようよ。え？今は、あんまりやりたくないかな。なんで？お疲れだから？そんな時は甘いもの食べるといいよ。はい。そうね。ありがとう。花子と過ごせるこの時間が一層大切なものに感じられた母でした。